こんにちは。エステティシャンの映画だ話。今日はフランクについておしゃべりしていきたいと思います。で、これ、好きな映画なんですけれども、結構、まあ、その、フランクもね、ハリボテの、ジャケットにも出てくる、あれ自体はすごい、コミカルでね、可愛い感じなんですけれども、で、なんか結構コメディードラマって書いてあるんですけど、結構コメディじゃないぐらい、重たい話と言いますか、なんかこう辛くなる話なんで、いや心に残る映画なんですけど、あんまり、2回目3回目で見れてなかったんですが、今回ちょっと Amazon プライムで、また見直してみたらいい映画ですね。やっぱりただすごい重い。で、なんでこんなに重く感じるんだろうって、ちょっと改めて見て思ったんですけど、やっぱりこの、身の丈を知れよっていうね、身の丈を知ることの大事さみたいなのを、言ってるなと思って、それってね、めちゃくちゃその、まあ大事なことというか、まあ、絶対必要なことなんですけど、生きていく上で。でもそれって残酷なことでもあるじゃないですか。なんか辛いし、この、ね、なんか、だからちょっとその、あんまりこう愉快な映画じゃないですね。もちろんフランクがね、被ってて、その視界が悪くてなんかボンってぶつかったりとか、なんかそういうのとか面白いんですけど、笑っちゃうシーンもちろんあるんですけど、テーマがね、なんかこう、しんどいなというか、で、またやっぱ見返してみて思ったんですけど、ジョン。語り手となってる、ジョンがね、凡人代表というかね、夢を諦めきれない凡人なわけですよね。で、まあ一凡人の、私から見て、いや、もちろん才能ある人に憧れる気持ち、わかります。痛いほど。いいな。例えばフランクみたいなね、稀有な、唯一無二の影響力のある人間になりたいな。その気持ち、わかります。ただ、やっぱりこう、フランクにね、がある程度ちょっと、ジョンの言うことを聞くにつれて、支配しようとしてましたね。あれがもう本当に、気持ちが悪いというかね、いただけないですね。もう辛くなってきちゃう。で、まあ多分、フランクはフランクで、こう、ずっとね、ハリボテを被ってる自分が嫌っていうかね、変えたいっていうどこかで、思って、なんかみんなに、自分の音楽を聴いてもらうっていうことになったら変わるかもしれないと思ったのか。まあ、頑張って、サウスバイ、サウスウエストみたいな、に、参加しようと、周りの反対ね、クララとか反対を押し切って参加したと思うんですけど、具合悪くなってね、倒れちゃって、最悪な方向になっていくわけですけど。まあ、だからやっぱりこう、自分がどういう人間かっていうのはね、自分が知るって結構難しいことなんですけど、まあ、そういうのって大事だなってこう、言ってる感じがしてね、結構これはシビアな話だなっていうのはありますね。まあ、すごい、それだけ、いい映画っていうことなんですけれども。あと、改めて見直して、ドン、途中で自殺しちゃう人、もともとね、精神疾患を持ってるって言っていて、まあ、精神病院がね、フランクと一緒だったっていうふうに言ってましたけど、彼はめちゃくちゃ優しいんです。フランクももちろん優しい人、すごくいい人。っていうのは伝わってくるんですけど、なんか心配、フランクなりに、ジョンのことし落ち込んでるのかとか心配したりするじゃんって、すごい優しい人だな。まあだから周りのね、他のバンドも、辛抱強くというか、彼のレコーディング付き合ってたりとかするんでしょうけど、まあドンはドンですごい、もう分かりすぎてるがゆえにちょっと病んじゃったのかなっていうぐらい、自分に才能がないことも分かってる。フランクになれないことを分かってる。で、その状況もね、しっかり把握して、まあ、ドンとフランクもちょうど、ジョンと
ブランクのちょうど間の、橋渡し的なバランサーとしてのドンがいて、まあいいですよね、いい人、猫にしたら世界一まともなんだっていう、そのフランクを包み込む寛容さがあってね、またクララとは違ってそのフランクの接し方というかね、でしたし、あとあの名シーンありましたね、ジョンがこう作曲してるんだ、歌作ってるんだって言ってて、それ聞いた時にだよな、わかるよって、あの入りは優しいですね、あれはもう優しくないとできない、わかるよと、クソみたいな曲しか作れない、作れないやつはわかるよっていうね、あの優しいですね、優しい。で、まあ、まあ結局残念なことになくなっちゃう、自殺しちゃうわけですけど、彼の送り方も良かったんですよ、送り方というか燃やし方、私あのガーディアンオブガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、ボリューム2のね、ヨンドゥの送り方を思い出しましたよ。いいシーンですね、あれはいいシーン。はい。あとその、フランクのね、ハシボテかぶってるのに、そう、苦しそうとか、なんか楽しそうっていうのが伝わってくる、マイケル・ファスベンダーも素晴らしいですね。いや、いいですよ。あと、まあ、フランク自身もね、あの、実際にいたフランク・サイドボムっていう方を、モデルに作った映画だっていうことですけど、まあ、フランク・サイドボムのドキュメンタリーも実際で、私はまだこれ見てないんですけども、いや、いかにこのフランクという人がすごい慕われてたか、そのきっと本当に素晴らしい方だったんだ。ちょっとドキュメンタリーもね、ちょっと見てみたいなっていうふうに思います。はい。ちょっとアマゾンプライムですと、その5月31日までということなんですけれども、皆さんまたよかったら、ぜひ、見てみていただきたいなと思います。はい。で、あとそう、ジョンね。ジョンはね、凡人なのはいいんですけど、欲に飲まれてるしま、の欲に飲まれてしまってるうちで、ちょっともうアーティストとしてはまた、凡人とはまた別の意味で、ちょっと向いてなかったんじゃないかなと。まあ最後はね、自分でもそれを痛感して、謝ってましたけどね。はい。まあ、すごい、いろんな意味でというかね、この成長過程としてもいい映画だと思います。ぜひまた見てみてください。終わりです。